ホグプックは2000年代後半にアメリカ合衆国で開発されたハンビーやエンラッペの機関重視を防護する目的で開発された装甲銃刀キットの名称である。初期のハンビーの重視。攻撃に対し無防備であった。2003年3月に発生したイラク戦争においてアメリカ軍は短期間に進行作戦を進め、5月にはジョージ・ W ブッシュ大統領により、 大規模戦闘の収束宣言が出された。しかしながら、その後も、イラクのサッダーム、フセイン大統領の行方は分からず、旧フセイン政権を支持するイスラム教スンニ派のバースト構成員や支持者からなる民兵組織や、もともとは、フセイン政権とは、敵対的であったはずのイスラム教シーア派民兵組織、さらには大規模戦闘をイラク国内に流入し、勢力を伸ばした。 アルカイダ系の民兵組織により、アメリカ軍や中流軍に対する攻撃は収まることがなく、アメリカ軍の死者も最初の2ヶ月の大規模戦闘での136名に、対し、その後の中流時の死者は、その10倍を超える規模となっていた。こういった環境下において、イラク国内でのパトロール活動を行うハンビーや軍用トラックは、走行防御力がほとんどなく、 小銃の攻撃を受けても乗員が死傷するという状況で、これらの車両の乗員は、車両のドアや運転席周辺、あるいは銃座の周囲に鉄板を切り出した、即製の走行板を取り付けて運用していた。2005年に提出された報告書には、こういった車両の意図に対する360度全周の防護と視認性の維持の重要性が記されていた。アメリカ軍は、 この報告を重要なものと認識し、アメリカ軍の兵器研究、開発を行うニュージャージー州ピカティニー・アーセナルの陸軍兵器研究開発技術センターが、オグプックと呼ばれる装甲銃刀キットの開発を主導することになった。アーデックはそれまでに培った各種兵器開発の経験を生かし、迅速に開発、試作を進めた。オグプックには、機関銃手が、 周囲の状況を把握し素早く射撃を行うという機能と敵の攻撃に対する十分な防御力を持つという場合によっては相反する二つの性能が求められた。アーデックの開発チームはイラクの戦地から帰国した兵士の意見を聞いたり4種類の試作品をイラク国内に持ち込んで実際の作戦に投入し開発へのフィードバックを行うなどして 前述の目的にかなう走行キットを開発開始から6ヶ月後に完成させた。オグプックはかなりの重量があったため、旋回を容易にする目的で、同じアメリカ軍の戦車、車両研究開発技術センターによって開発された電動式旋回装置の機能を組み込まれたものとなった。上部走行カバーを追加装着したオグプックオグプックは同じ年内に、 実戦配備が始まり、その年のアメリカ陸軍の優秀発明品トップ10に数えられることとなった。オグプックはその後も改良されており、建物の密集した街路での紫外線に対応するため、重種の頭上を防護する装甲屋根の追加、装着した機関銃の行角を約80度まで付けられる新型マウントが開発され、それぞれ2008年度、2009年度の 優秀発明品トップ10となっている。オグプックは2011年1月時点で4万5000セットがイラク及びアフガニスタンに展開するアメリカ陸軍に実戦配備された。また、アメリカの主導により再編された新生イラク軍やその他エンラッペ系の対地雷送輪装甲車を導入した国々でも広く使用されている。アメリカ海兵隊では、 ベイシステムズによって開発された OGPK に類似する m a c t a スや MacTaxR と呼ばれる装甲充刀キットを調達、配備している。ありがとうございます。